水中スペックっていうのは、人が水の中に入った時に機能が低下する機能のことをイメージした造語です。で、今回の展覧会では VR の鑑賞者が水の中の映像とホワイトキューブの中の映像っていうのを行き来して、 VR の絵画だったりキャンバスの絵画っていうのを鑑賞するように作っています。キャンバスの絵っていうのは、普通平面なものの上に、立体的に見えるようにものを描くっていうのがいわゆる絵だと思うんですけど、僕が描くキャンバスの絵っていうのは、あえてあまり人が描いただったりアナログっぽい痕跡っていうのを残さないようにしていて。一方で VR の絵っていうのは、気を抜くと立体的になって彫刻っぽくなってしまうんですけど、そういう中でいかにこう平面的に 絵を描くかっていうのを挑戦している場所になります。VR で僕が絵を描いたりだとか鑑賞したりする時のもどかしさだったり不自由さだったり、VR の中で絵を描いていると、今まで自分がどういうものを絵だと思っていたのかっていうのを認識して、もう一回それを挑戦する作業になっていて、キャンバスの絵っていうのは、だから VR の作品っていうのを見た上でないと、ある程度読み解きができないように作っています。会場が地上部分と地下の部分があって、今回作っている展覧会っていうのが水の中に潜るっていう演出があったので、それがなんかうまく合っていたかなと思います。上のところから下のところに入っていく感じっていうのは、なかなか展覧会場でこう上下の運動がある場所っていうのはないと思うので、そこは面白かったです。本当になんか絵の話をしようっていうのが今回の結構ビッグテーマだったんですけど、その中で本当はなんか水中スペックの中にこうストーリーがもうちょっとあって、なんかその不自由さっていうのは一体どこまでの不自由さを言ったのかみたいなところを踏まえたストーリーがあったんですけど、そこは結構カットしてるので、そうですね、もうちょっとなんかなんだろうな、テキストだったり僕が書く文章がもうちょっと前に出た展覧会みたいなものも、今後やっていきたいかなとは思いますね。